皆さんこんにちは。体重増加が止まらない片面ヤスです。今日は卒業するときは一流のキャッチコピーで有名なミスパリエステティック専門学校大阪校、略してミスパリ、ここへ行ってみたいと思います。早速ホームページを見てるんですけど、丁寧な作りだな。アクセスのページを見るとすごくわかりやすい写真が載っています。これを頼りに早速行ってみたいと思います。ということで着きました。ここは大阪メトロ線東梅田駅の6番出口前です。早速地上に出たいと思います。あ、見えた。ホームページで見た一つ目のポイント、ここを左に曲がります。周りはビジネス街って感じで OL やサラリーマンが多い印象です。そしてこの辺りで髪の毛をきれいに整えている女性を見かけたら、それはミスパリの生徒さん説。そんなこんなで2つ目のポイントに到着。めちゃくちゃ美味しそうなたい焼き屋さん、ここを左に曲がります。お初天神通りを横切って、ここは商店街、吉野家、コンビニ、いろいろと便利なお店がたくさん揃っています。ちょっとした休憩時間にご飯を食べたりコンビニで買い物できそう。そしてついに3つ目のポイントに到着。ここの横断歩道を渡らずに右に曲がるともうすぐそこであります。ティッ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 、あ、看板が見えてきました。テンション爆上がりです。このビル全体がミスパリ関連みたいです。まさにミスパリビル。入り口はもう少し先みたいだけど、看板が出ているのですぐにわかります。あっという間に無事到着。余裕だね。バイバイ。